某温泉地に行った時の話。法事がてら、彼女を連れて実家に近い静岡の某温泉地へ行った。ほぼ飛び込みで宿を決めて、夕飯、朝食もついて26,000円。ネットも通してないし、飛び込みだとこんなもんかね。って部屋へ通してもらったら、大きな部屋で驚いた。リビングエリアで12畳、襖で区切って、寝室が別に8畳はある。部屋風呂もヒノキ作りの立派なやつだった。これは安いね。部屋は古めかしいけど、なんか威厳のあるっていうか、立派な部屋だね。と言って、早速大浴場でのんびりした。夜になって晩飯、部屋食を頼むと出てきたのはすごく豪華なものだった。新鮮な魚介に高級な牛の鉄板焼き、お酒も何本かついていて、ここいいんじゃない？絶対穴場だよ、大成功だね。って二人で宴会になった。お酒を飲んで部屋の風呂にも入ってから、襖の奥の寝室に移って、並んだ布団に二人で寝そべり、電気を消して、静岡の深夜テレビを見ていた。そのうち彼女が寝息を立て出し、俺もまどろみながらテレビを見て、いつの間にか寝入っていた。ふっと目が覚めた。多分真夜中。障子を通した月の薄明かりだけで、あたりはほぼ闇。あれ？テレビはスリープにしていたわけでもないのに、いつの間にか消えている。彼女が消したのかな？今何時？って、携帯で時間を見ようと、手探りで枕元を探した。すると、何か音がする。という、荒い息遣いのような音。彼女、変ないびきしてるな、なんて思いながら、携帯を発見。時間を確認すると、2時少し過ぎ。まだ寝れるな、なんて思いながら、画面の明かりで、彼女の顔を見ると、彼女は起きていた。携帯の明かりで、かすかに見える彼女の顔。目を見開いて、歯をむき出しにして笑っている。さっきの荒い息遣いは、そのむき出しになった歯の間から漏れる彼女の息の音だった。俺はパニックになりながら彼女に、大丈夫？どうしたの？と起こそうとしたら、彼女が顔をこちらに向けたまま何かを指さした。首だけゆっくりそっちへ向けてみると、いつの間にか襖が開け放ってある。奥のリビングの方はさらに真っ暗。そして彼女の指さした先に携帯を向けると、カモイから首吊りの輪っかを作った浴衣の帯らしきものがぶら下がっていた。え？え？何これ？どういうこと？俺はもう頭の中で今起こっていることを処理できずパニックになった。身動きもできない。彼女は相変わらず目をギラギラさせて満面の笑みだった。そして口だけ動かして何かを言い出した。よく聞いてみると小さな声で、使え、使え、使え。使え、使え。オカルトは好きだけど怖がりな俺は、もう脳が状況を処理できず、そのまま意識を失った。そこから先の記憶はない。それからしばらく経って、かすかに聞こえる朝のニュース番組の声で目が覚めた。
思わず飛び起きた。はあ、夢だった。めちゃくちゃ怖かった。リアルだし、なんだよこれ。でも襖は閉じきってあるし、変な帯も下がっていないし、テレビもつけっぱなしだったし、やっぱり夢か、よかったと思った。彼女は寝入っている。でもなんか顔がぐちゃぐちゃだった。とりあえず起こそうと思って彼女を揺すった。すると、ビクッと体を揺らせて起きた彼女。恐れと不審の入り混じったような顔で俺の様子を伺っている。どうしたの、大丈夫？と言うと、恐る恐る彼女が話し出した。昨日の夜、とっても怖くて不思議な夢を見た。夢の内容は、夜中にふと目が覚めると、俺が布団にいない。枕元のデスクランプをつけると、暗い部屋の中でカモイに帯をかけていて、まるで首を吊るような準備をしていたと。彼女は驚いて、何してるの？と声をかけたら、振り向いた俺が満面の笑みで、ほら、準備できたよ、これを使いな、って言ったらしい。彼女の夢はここまで。その話を聞いて飛び上がるほど驚いた。でも、あえて俺の夢の話は彼女へは伝えなかった。二人で同じような夢を見たということがわかると、何らかの呪い的なものを受けたような気に確実になると思って。怖い夢見たんだね、よしよし大丈夫、と言って慰めて、とりあえず朝食行こうか、と部屋を後にした。二人ともあまり朝食に手をつけないまま食堂を出た。途中、レセプションカウンターで、すみません、僕らが泊まってる部屋って首吊りとかあった部屋ですか？と中井さんの一人に確認した。もちろん言葉は濁されたけど、チェックアウトの時、なぜか宿泊代が6000円引かれて安くなっていた。以上です。昨夜のことです。ベッドで上体を起こして携帯をいじっていたら、突然足元で寝ていた猫が起き上がって扉に向かって威嚇を始めました。見てもそこには何もなく、手元に視線を戻したんですが、視界の端にある扉の少しだけ空いていた隙間に子供の顔があったんです。慌てて視線を向けても何もなく、けれど視線を外すとそこにいる。ホラー映画に出てくるような真っ白い血の気のない顔で、両目があるべき箇所は真っ黒でした。床からほんの少し上に顔だけが浮いてこっちをじーっと見ていました。どうしようと思いつつ、どうしようもなく、ちらちらとたまに目を向けながら携帯をいじり続けていたんですが、だんだんと部屋が寒くなっていることに気づきました。猫は威嚇を続けたまま、寒さで指先がうまく動かず、携帯で友人に連絡をしました。未だにこっちを見ている子供の顔、怖さがこみ上げてきて、半ばパニックだったと思います。
手の届く範囲にあった空き缶を投げつけようとしたんです。でも、手首から先と首以外は体が全く動きませんでした。声も出せませんでした。恐怖で涙が溢れて、なかなか信じてくれなかった友人も、私のめちゃくちゃな文章などで何とか信じてくれたらしく、真剣に話を聞いてくれました。私以外の家族は全員寝てしまっていて、物音もなく、声も出せず動けない。混乱する私に友人は、電話をかけて家族を起こしてはどうか、と提案してくれて、通話のアプリを開こうとしたのですが、このアプリケーションは応答してません。みたいな文章が表示されて開くことができませんでした。それを友人に伝えると、じゃあ自分がかける、と言って、とりあえず私の携帯に電話をかけてくれました。急いで通話ボタンを押しましたが、反応はありませんでした。確かに押しているのに反応がなく、そのうち友人が呼び出しをやめて、どうしたのかとメールで聞いてきたので説明すると、じゃあ今度は家電にかけてくれるとのこと。番号を伝えてかかってくるのを待ちました。ですが、一向に着信音は鳴りません。少しして友人から、話中でつながらない、と連絡が来て、もうダメかもしれないと涙が止まりませんでした。母親の電話番号を教えてかけてもらっても話中でつながらない。その間も子供の顔はずっとそこにあってこちらを見つめています。午前2時半頃だったと思います。突然携帯の電源が切れました。慌てて電源をつけようとしてもつかず、さらに寒くなっていきました。恐怖でどうしようもなく、混乱するままドアの隙間に視線を向けると、なぜか今まで視線を向けていては見えなかった子供の顔が見えたのです。おそらく女の子だったと思います。恨まれるようなことをした覚えはない。と内心叫びながらにらめっこをしていると、今度は視線がそらせなくなったことに気づきました。不本意にも見つめ合っていると、ふとその顔が少しずつ大きくなっていることに気づきました。大きくなっている、つまり近づいてきているということに、内心絶叫でした。呼吸も苦しくなり、体が震えました。もう部屋に入ってきてしまう、となったとき、不意に威嚇を続けていた猫が、机の上にあった空き缶を落としました。下はフローリングなので、割と大きな音が鳴り、その瞬間に、ふっとすべてが消えました。見つめ合っていた少女の顔も、寒さも、息苦しさも、体の不自由さもすべて消えて、全身から力が抜けました。猫は足元で丸くなって寝ているし、少しするとトイレに起きた母親が部屋の外の階段の電気をつけました。すべて元通りでした。携帯の電源もつきました。友人に事の顛末を説明し、今日はもう休めと言われて毛布をかぶってから、ふといたずら心が芽生えて、例の扉を携帯のカメラで撮ってみました。ここにいたんだ、と一言添えて友人に送ると、帰ってきたのは、今すぐ写真を消せ、という言葉。慌てて写真を見ると、少女の顔があった床の上よりも
ずっと隙間の上の方に何かが映っていました。人形にも見えるし、覗き込んでくる女の顔にも見えるし、もちろん少女の顔にも見える白い何か。すぐに写真を削除し、すべて悪い夢だったんだと言い聞かせて眠りにつきました。今朝起きたら、ひどい頭痛と高熱に襲われていますが、おそらくは気のせいです。